共同的ノートテイキングアクティビティパート2、ディスカッションのやり方。講義ノートを作ったら友達と話して確認しましょう。正しく情報が書けているかや、講義でわからなかった部分を確認しましょう。まず、キーワードのスペースにどんなキーワードや質問を書いたか、またその答えは何かを友達と話しましょう。自分が書いた情報が少ないと思ったら追加し、情報が間違っていたら直してください。では、実際にディスカッションをしている様子を見てみましょう。じゃあキーワードについてですけど、まずどんなキーワードを書きましたか？私はまずカルチャーショックとはと書きました。同じです、私も。あ、そうですか、はい、カルチャーショックとはじゃあ何ですか？カルチャーショックとは新しい環境に入るときに起こると書きました。新しい環境、私も新しい環境って書きました。入るですね、入る。そうですね、あと私は例として留学とか大学、社会、会社に入ったときなどっていうのを書きました。ああ、例ですね、大学と会社に入ったときと、まあ留学、もちろん留学。ああ、留学。はい、ありがとうございます。はい、じゃあその次のキーワードは、私は、乗り越えるための4つのステージとはと書きました。あ、同じです。じゃあその4つのステージは何でしょうか？ハネムーンとカルチャーショックと、私ちょっとこうなんか間違えたみたいで、3番が適用って書いて4番も適用って書いて、ちょっと3番多分間違えたんだろうなと思うんですけど。ああ、3番は適用が始まると言ってました。適用が始まるなんですね。わかりました。でこれ、それぞれに何かコメント書きましたか？その4つのステージ。あ、はい。じゃあ、ハネムーンはどんなステージですか？私はハネムーンは、すべてが新しい、楽しい、満足度高いと書きました。同じですね。新しい。そうですね。新しい、すべてが新しい。なるほど。私も旅行のように楽しい。あ、旅行。なるほど。はい。じゃあ、2つ目はカルチャーショックですね。何と書きましたか？常識使えない。常識が使えないと書きました。それから、困る？で、満足度が低くなる。と書きました。ああ、困るんですね、あ、常識が使えないから困るのかな。ああ、なるほど。私はそれから帰ってしまう人もと書きました。そうですね、私も国に帰ると書いたので、そうですね、帰ってしまう。ああ、国に帰るですね。はい、じゃあ3番の適用が始まるとはどんなステージですか？少しずつ慣れ始める、満足度少し上がると書きました。あ、少しずつ慣れ始める。慣れ始めるですね。慣れ始める。で、私満足度が上がっていくって書いたんですけど。多分きっと低いところから少し上がり始めるということですかね。なるほど。上がり始める。少し上がり始める。あ、ちょっと、じゃあ4つ目の適用は？適用は新しい文化になれ、受け入れられると書きました。また、なんか。慣れる、そうですね、私も慣れると受け入れるとか、受け入れられるんですね。られる。慣れる。そうですね。あと、満足度がハネムーンと同じと書きました。あ、私もハネムーンと同じくらい満足度が高いと書きました。そうですか。
あとキーワードですけれど、その乗り越えるための4つのステージの次のキーワード、私は低くなるステージはって書いたんですけど。ああ、なるほど。低くなるステージはどこですか？そのさっき満足度が低くなると言っていたカルチャーショックのところ、ね。ああ、なるほど。ああ、そこはポイントですね。はい。それからもう一つ、低くなるの次が高くなるステージはって書いたんです。で、これは多分適応が始まるのところ、ね。ああ、そうですね。少しずつ上がるんですよね。そうですね。なるほど。じゃ下がり始めるのは、カルチャーショック。そうですね。私のキーワードはちょっと違って、満足度の変化。満足度の変化、はい。というキーワードにしました。あ、次の、じゃあ私の次の。ああ、なるほど。間のところ。書いてないんですけれど。もう一回言ってくれますか？満足度の変化。満足度の変化。はい。満足度の変化って何ですか？満足度は U の形で変化。U？ あ、うん、その変化私も書けました。U って何でしょうね。なんか分かんなかった。あなたの意味ですか、これは。ああ、多分、アルファベットの U みたいな形だということだと思います。あ、あのグラフの。あ、そうです、そうです。ああ、そっか。じゃあ、変化は、U の形、あ、満足度は U の形で変化する。満足度は、U、そうですね。U の形で変化する。あ、なるほど。わかりました。で、それから？それから書いたのは最後に、そしてストレスが溜まると下がるとか聞きました。あ、満足度の変化のところですね。はい。はい、なるほど。多分ここがカルチャーショックということですよね。ああ、ストレスが下がる。あ、溜まると。あ、溜まる。溜まると下がる。と下がる。下がる。なるほど。で、これがカルチャーショックということですかね。ああ、なるほどね。カルチャーショック。なるほど。これから。そこは満足度の変化はじゃあそれで終わりですか？はい。あ、じゃあ私はその次のキーワードかな。カルチャーショックの時はどんな時どうすればいいと書きました。あ、そのキーワードいいですね。カルチャーショックはどんな時？そして、どうすればいい？どうすればいい？じゃあカルチャーショックはどんな時なんですか？イライラしているイライラする時、そしてそれはカルチャーショックのステージかもしれない、ということですね。でどうすればいいかっていうのは、友達と話すと書きました。ああ、なるほど。私も同じようなことをノートに書きました。ああ、じゃあいいですね。じゃあこれで多分大丈夫かな。じゃあ3番のサマリーですね、はいはい、キーワードを使ってノートの情報を確認したらサマリーを書いてみましょう。3のサマリーのスペースも講義の後に復習するときに使います。キーワードを使ってノートの内容をまとめましょう。情報を整理してまとめ、あまりたくさん書きすぎないように注意しましょう。
サマリーを書いたら友達と話して確認しましょう。自分が書いた情報が少ないと思ったら追加し、情報が間違っていたら直してください。では実際にディスカッションをしている様子を見てみましょう。読みます、はい、カルチャーショックを乗り越えるまでには全てが楽しく満足度が高いハネムーンのステージ、文化の違いで満足度が下がるカルチャーショックのステージ、少しずつ異文化になれ始める適応が始まるステージ、うん、異文化を受け入れられる適応のステージの4つがある。満足度の変化は U の形で変化する、うん、なんかここがちょっと突然な感じがするんですけど、満足度って何ですかね、うん、満足度何の満足度なんでしょうか。何ですかね、このカルチャーショックで、まあ、新しい環境になった時にカルチャーショックは起こると言っていたので、その新しい環境に満足するんですかね。あ、なるほど、そうすると分かりやすいですね。ありがとうございます。新しい環境に対する満足度ですかね。満足度の満足度の形の変化は、変化、あ、満足度はの方です。満足度は、満足度は U の形で変化する、 U の形で変化する。で、その後は何ですか。イライラはカルチャーショックかもしれないので、その時は友達や仲間と話すのがいい。うん、友達や仲間ですね。なるほど、そうですか。なんか3番の適用のところって何て言ってましたっけ。3番の適用のところは、適用が始まるのところですか、はいはい、少しずつ異文化になり始める。あ、なるほど、少しずつ異文化になれ始める。なるほど、だから満足度が上がるんですね。あ、そうですね、うん、なるほど、わかりました、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。いいんじゃないですか。できましたね。できましたね。